ヨーブラザー白瀬ゴルです。いつもご視聴ありがとうございます。1.2 バージョンで、ついに新生物ですね。待ちに待った氷と水の生物。で今日はあの氷の生物の方の、合うキャラクターみたいなもんとか、ちょっと注意点とか、使うならこういうところ注意しましょうねみたいな動画を出していきたいと思いますので、よろしくお願いします。まずはキャラクターこちらですね。はい、こちらがですね、超運ディオナ、ガイア、7。で新しく1月中旬にあの公開される、カンウというキャラクターですね。これ氷の、生物が合うのかどうかっていうちょっとお話をしていきたいと思います。まずは、セット内容ですね、まず氷元素ダメージが 15% つく。これがまずはなかったんで非常に楽しみですね。であとは氷元素の影響を受けている敵を攻撃した場合、回避率が 20% で、相手が凍結してた場合はさらに 20% で合計 40% になるっていう形になります。で一応これがどのキャラにどう合ってくるのかっていうのをちょっと動画で説明していきたいと思います。はい、じゃあまず超運ですね。で超運の場合って氷砕きが発生するんで、あのマックスの、氷付与の状態っていうのがなかなかねずっと続かないんですね。はい、なのでこう凍らせた時にほら氷が砕けるんで、そうなったら20% 下がった状態になります。凍ってすぐ一発なんで、ただ超運の場合は運用の仕方としてはこう砕けてしまいますよね。はい、なのでちょっともう一回なるとき待つんですね。でバーバラをやります。で超運でこれエリア撃ちます。凍りますよね。で砕きます。でもう一回氷が入ってきます。砕きますね。凍った瞬間にうちの元素爆発をこう打っていくのが結構ベターなんじゃないかなと思いますね。なんでちょっと調整して、元素爆発の時にしっかりと回心が乗るようなあの感じでやるのが一番いいのかなと僕個人的には思います。で次ガイアなんですけども、ガイアは非常に優秀で、こちらのスキルで打つと、スキルでこう凍らせるとさらに元素粒子が2つ追加されるんですね。なので今3つ落ちたと思うんですけども、全部で5つ落ちるような感じ。これが2つの場合だったら4つ、こんな形になりますね。でガイアのこのスキルのこの1回押して6秒なんで、6秒に1回粒子が4個か5個落ちるみたいな感じになります。なのでチャージ効率とかなり高めにして設定して、元素爆発を貯めるっていうムーブになってくると思うんですけども、これがずっと回心が乗ってるんでかなり強いですね。それプラスそのスピードで元素爆発を貯めれれば結構回ると思うんですね。で回るってことは、例えばここで打ってタルタリアとかに変わってこう打ちまくると、こう一緒に氷が乗りますよね。でガイアが 40% この凍ってるずっと凍りっぱなしのキャラに対して回心率 40% 上がった元素爆発が打てるみたいな、そんなノリになってくるんで、ガイアとの相性もかなり面白いんじゃないかなと思います。超運とガイアはかなりイケてると思います。はい、次ディオナとナナなんですけど、まずディオナからですね。ディオナもいいんですけど、万が一もしね使うのであればなんですけども、ちょっと元素爆発こちらのバーバラでつけていって、ディオナで元素爆発で凍りますよね。で凍ったやつに対してこのチャージ打ちをしていくと、これがほとんど会心で入るような内容ですね。どういうからくりかっていうと、ちょっと突効果がある前提なんですけども、この突が4かな、突4の効果で特性スピリッツ元素爆発のエリア内にいるときに狙い撃ちのチャージ時間が 40% 減少する。なのでチャージ撃ちをめちゃめちゃ撃てるっていうような内容で、そういう状況下ぐらいでしか僕は多分ディオナに使わないかなと思います。特性スピリッツがですね、範囲継続ダメージなんだけど、これ、上がっていくとは言えば上がっていくんだけど、この
エリアダメージに会心を乗せるぐらいだったらちょっと別のことやりたいかなって感じで結構微妙ですね。で同じくサポート系の7ですね。7もこの丸いやつ、これが一応こうバーバラと組み合わせてもいいんですけど、こう会心が乗りますね、こう当てるやつが。この21って書いてるやつ、これレベル上がるともっと強くなるんですけども、これが一応会心が乗るじゃ乗ります。ただ基本的に7はもう回復かあれなんですけど、なかなかね難しいと思いますね。別のものをつけたいと思います、僕であれば。はい、はい、じゃあ次カウですね。カウなんですけども、まあまだ実装されてないってところなんですが、今見ての通り元素爆発をこれ今撃ってましたよね。これここですね、ここここで元素爆発で、この広範囲エリア内で、まあ、つららみたいなものをこうやって落として敵に継続ダメージを与えるっていうのがあります。これがおそらくね15秒ぐらいね継続時間があったとして結構長いんですよね。なのでさっきのガイアと同じ使い方ですかね。まあガイアの元素爆発みたいにこう打ってタルタリアとかモナに変更して、まあ、凍らせながら、まあ、つられでいくというような感じですね。ただこのつららがどんなものなのかちょっと分かんないんで、例えば氷が砕けてしまうのか、この凍ってるやつがこれで砕けちゃうのかどうかっていうのがちょっと僕分かんないんであれなんですけど、まあ、もし、の砕けないとしたらまあいいのかなと思います。はいはい、こんな感じで5体終わりました。であとは元素の違うキャラクターもまあ検討に浮かぶとは思います。で一応もう一つなんですけども、元素共鳴があるじゃないですか。だからそれでまあ凍結あるいは抹着している相手に対して 15% の回収率を伸ばす、合計まあ 55% 伸びるのかな、そういう形のまあ編成も面白いのかなとは思います。でもう一つ、大事なのが、まあ、氷元素、今回発表されたものだけじゃなくて元素系って2つあるじゃないですか。なので例えば付着してる相手に対して 35% ダメージアップとか、そっちの方も検討に上がるのかなというところで、一応今回はこんな感じ。ただまだまだ増える、これだけじゃなくて他にも増えますよっていうところだけ分かってればいいんじゃないかなというような形になります。じゃあ 1.2 非常に楽しみですね。こういった生物が増えてきますんで、ぜひビルドも今から考えながらやっていったらいいんじゃないかなと思います。動画の方は以上になります。ぜひ気に入っていただけた方はチャンネル登録と、今後の情報 の提供もしていきたいので、高評価の方もしていただけると嬉しいです。はい、生放送結構やってますんで、できればそっちにコメントくださって一緒にね話しながらできればと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい、ではまたお会いしましょう。グッバイブラザー。